女優、リーヌ・ノロのこと、岸田邦夫。最近、ラソモアというフランスの発生映画を見る機会を得た。ゾラの小説をかなり忠実に脚色したものであり、画面全体は例の自然主義的ロスリーに落としてはいるが、主演俳優がことごとくフランスの舞台俳優であり、それらの俳優が思う存分、舞台的演技を試み、 監督がまたそれに見とれたごとくカメラを向けさせている点で一種の興味を引いた。が何よりも僕を感動させたのはこの物語の女主人公ジェルベーズに扮するリーヌ・ノロという女優が13年前パリビュー・コロンビエ座の学校で一緒にコポーの講義を聞いていた一研究生でありその少女が今スクリーンの上で この大役を堂々とこなしていて、あっぱれな成長ぶりを見せていることだった。彼女は確か僕の知っている機関においては平凡な一研究生として2、3度美優コロンビエの舞台を踏んだことを記憶しているが、過分な役を振られて胸を躍らし、コポーの噛みつくような小言を浴びながら、肘を左右に張って、おろおろとセリフを吐き出していた。 ところがその後僕は日本に帰り、ビュー・コロンビエ座が解散し、彼女をはじめ一座の人々の消息をしかと伝え聞く術がなかった。テシエなどとともにジュブエのもとに走ったか、15人組と行動を共にしたか、それともどこかブールバールの劇場に入ったか、その辺のところはまだ調べても見ないが、この映画に現れた彼女は僕の見るところ、 定めし、良き修行を重ねたに相違なく、再会の喜びを割引するとしても、当コ一流の進撃女優たるに恥じない、技量を認めさせるものであった。僕が特に進撃女優と呼ぶゆえんは、彼女がその驚くべき具体的成長にもかかわらず、業ーも芸人的粉飾によって、自らを目立たしめようとしていないからである。言い換えれば、その憤する人物の、 厳粛素朴な構成を最高度に生命づける芸術的演劇の精神が彼女の全身にみなぎっているのを感じたのである。役柄も地味であるが、それだけにこの女優の内的な美しさが演技の魅力を醸し出し、誇張とマンネリズムを排した魂の表現は、まさに道にいったものと僕はそれだけで不覚にも目頭を熱くした。 良良きき環境に置かれ、良き指導者を得、彼女はついにこれまでになったのだこの映画からもう一つ発見をしたことは同じ舞台俳優でも正しい訓練を受けた者と飲酒的教育を受けた者とではその映画俳優としての感覚に運命の差が生じるものだということであるすなわち前者は例えばリーヌ・ノロの場合で「 映画における舞台的演技の領域を自ずから監督し、後者は共演のボーボーに見るごとく、映画において舞台的周壁を不用意に暴露している。これはむしろ正しい演技というものは映画にも舞台にも本質的に共通するものであるという結論になるのかもしれぬ。このシナリオとこの監督の前に立ったリーヌ・ノロのジェルベーズは決して映画的純粋さを 演技の上で発揮し得たとは言えぬが、そうかといって、その具体的魅力なるものが、必ずしも映画性の勃却とならぬところ、我が国映画批評家の一行をわわしたい点である。その証拠に僕は、逆の例をも挙げることができる。先日、ある目的で、PCL の桜温度という陶器ーーを見学したのであるが、それには、 日本の進撃俳優中、最も名声ある数名の人々が登場し、それぞれいわゆる具体的経験を示していた。しかるに、それらの人々は、僕の意見では、およそぎこちない、重苦しい、およそ映画的でない、したがって魅力に乏しい演技を見せているのである。が、これをもって、具体的経験が発生映画にとって無用であると、早がてんしてはならぬ。実は、 舞台経験にもよりけりであって、これらの人々は、なるほど、今日の進撃界では、そうそうたる俳優であるかもしれぬが、そもそも、今日の進撃が、ことごとく正しい訓練を書き、従って、その最高レベルを代表するという、それらの俳優の演技なるものが、およそ、舞台的でも何でもなく、言い換えれば、舞台の上でも、ぎこちなく、重苦しく、およそ、魅力に乏しいものなのである。 ことに、セリフのまずさ加減は、今日の進撃の致命的特徴であって、それをわざわざエキスパートとしてトーキーに採用した監督の良見が、僕にはわからぬ。これならば、監督の頭次第で、ズブの素人を使った方が、よほどマシだと、僕は信じている。ちなみに、この桜映画で、一番気の毒な目に遭っているのは、ダイアローグであることを付け加えておこう。 1934年4月